はい、では次に、サシエサーの説明です。まず大きく分けるとこの生のオキアミです。もう取ってすぐにもう冷凍をかけたタイプです。であとこちら2つ、こちらが、取って骨の上でボイルしたものです。まあお湯で湯沸いたというタイプですね。で、生のオキアミは、こういうもう透明に近いような色にしてます。でサイズはだいたい LL とか 3L とかを使います。 3L の場合は針を15以上のものを使います。で L の場合はこういう8号とか9号の針ですね。だいたいヨズリ使うのは LL の 3L までのサイズです。